なた、いつからこのペンダント？買ったとか、人からもらったとか、どこかで拾ったとか、そういう覚えはないのね。それから、これを手に入れてから、何か身の回りでおかしなことが起きてはいない？そう、何か幻覚のようなものを見たとか、誰かの声が聞こえるとか。よりもずっと大変なことが起こりかけてると。今ここで詳しく説明することはできないけれど、それは理解してもらえるかしら。専門家に任せるより他にないわ。心霊管理局に連絡して指示を。あなた、まさかまた2年前のようなことを考えているんじゃ。どうかしら、本当に不可抗力であんなことになったのかしら。父の時代とは違います。今回はあの時のような強引な方法での調査は認めませんよ。生徒の身を守るのは教育者としての責務です。何と言われようと、この学園内で勝手な行動を取ることは許しません。キリュウ君、よく聞いて。この学園で2年前、大変な事件が起きたの。その時、事件の中心にいたある生徒も、あなたが持っているのと同じ麻酔症を持っていたのよ。過去、この学園に幾度も姿を現しては、それを所有する者に災いをもたらした謎のアイテム。それがその麻酔症なの。静寂。いえ、管理局が乗り出してきているということは、事態は私たちが考えているよりはるかに悪化しているということ。もう残り時間はあまりないのでしょう。キリュウ君、あなたの協力が必要になるの。それは認めてくれる？そうね、それは必要だわ。いいわね、静寂。さっきも言ったでしょ、ここは私の学園です。責任は後で取りますから。まずは
事件の関係者を集めましょう。2年前の事件に関わった人もね。何か役に立つヒントが聞けるかもしれないから。これで関係者は揃ったわね。始めてくれる？マイナミ君。私みたいに絵として作られるものってとっても珍しいんです。当時管理局から通達を受けた私が調べた限りでも、桐代君の魔力の上昇が異常であることはすぐに分かったわ。桐代君はあなたにとてもよく似ていたの。そう、姿形も、そして性格も。あなたと桐代君の違いがあるとしたら、彼が得意とし依存したものが魔法だったのに対し、あなたの場合は音楽だった。ただその一点だけでしょうね。そう。お前はあの人に似ている。確かにお前はあの人に似ている。だけどお前はあの人じゃなかった。
お前の生き方、お前の価値観、あの人とは全く違う。私にはそれが。違う、そんなんじゃない。あ、私は、私は、それはできないわ。桐城公はもうこの世にはいないのよ。
まだ麻酔症は残ってるんですけど。それがどうかしたの、桐城さん。さっきの化け物みたいなの、きっとこの麻酔症のせいかなんかですよね。ええ、多分そんなものでしょうね。だったらこの麻酔症の力を封じちゃえばいいんじゃないんですか。ダメよ、聖者君が人質になっているし、もし異空間に囚われているとしたら、あの化け物の力なしではこっちの世界に戻ってこれなくなる可能性もあるもの。ええ、でも何かいい方法があるのか。聖者さんが消える直前に中庭に来いって言ってたんですよね。あそこなら罠張れますよね。そっか、そういう方法があるわね。この学校の中庭の地下に強力な魔力を持つ施設があるの。だってヴァンパイア族が聖堂を利用するなんて変でしょ。で、その地下聖堂の持つ聖魔力を使って、聖者さんが出てきた時に中庭に結界を張るんです。もちろん結界自体を張るのは私たちだから、そんなに長時間維持できるものを張ることはできないでしょうけどね。あとはその瞬間を狙って麻酔症を風魔結界で封じてしまえば。いいえ、難しいわよ。あれだけの力を持っている麻酔症が即席の結界程度で封じられると思う。麻酔症を封じるにはよほど強力な結界刃が必要です。幸いそれにも九段の地下制度が使えると思うけど、地上と地下とでは連絡を取り合うことができないから、よほどタイミングに気をつけないと失敗する可能性は大きいわね。あら、ずいぶん気安く言うじゃない。もちろんあなたも協力するのよ、キリュウ君。相手はあなたを指名してたじゃない。ここはおびき寄せの餌役になってもらわないと。